たちは自然の循環の一部だと。わかりますか？よーくわかるよ。でもお前それ、この福島で言えるか？今朝、山梨の地検さんから届いて。おお、地検元気。はい。このアレルギーっていうのは、まあ、食べ物だけじゃなくて、もう作られてしまったこの世の中に対しての拒絶反応なのかなって。それもちょっと思うようになった。他はこれ我にあらず。さらにいずれの時をかまたん。